シャトーイコール・シャロンは、フランス、ブルゴーニ・フランシュコンテ地域圏、ジュラ県のコミューン。ジュラ県観光のメッカである、シャトーイコール・シャロンは、フランスの最も美しい村やフランスの特徴ある、小さな町に登録されており、村や周辺のコミューンは、ブドウ畑の風景に囲まれている。そのブドウ畑からは、ジュラのワインで最も有名な木ワインであり、 フランシュコンテの美食を物語るシャトーイコールシャロン奥が生産されている。シャトーイコールシャロンはオートセイユ川谷を見下ろす大地の端に築かれた高野巣村である。川はボームレイコールメシュールで猛国に流れ込む。村はヌビーシュルセイ、ボアトゥール、メネトルイコールルイコールビニョーブルの丘の中原にあるブドウ畑を見下ろしている。これが ジュラノワインで最も有名なシャトーイコールシャロンのワインの名声を作った。シャトーイコールシャロンと周辺の村のブドウ畑が生み出すジュラノワインは認められており、古くはガリア時代のセクアネス族から評価され、ローマ帝国の影響を受けて発展した。ローマ皇帝プロブスは280年の直令によって、セクアニーの良好な丘の上に、たくさんのブドウの木を植えるよう命じた。 このブドウ畑から作られたワインが成功を収めた。カロリング町時代のブルグント王国からフランス革命まで7世紀に創設されたシャトーイコールシャロン修道院は20人のベネディクト、会派の修道所たちが運営し、その後20人は上級貴族出身の世俗立修女が占めた。修道院はシャトーイコールシャロンのサンピエール教会に隣接していた。修道院建物は 初期ロマネスク様式と初期ゴシック様式が組み合わされており、11世紀に遺体紙で屋根を吹いている。この場所にはサンピエールの井戸やかつてノートルダム修道院があった。シャトーイコールシャロンの要塞城は9世紀にカロリング町のシャルル2世によって築かれた。要塞城は13世紀、シャロン白邪1世によって再建されている。 彼は強力なシャロンアルレケの回祖であり、シャロンの名をコミューンに与えた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。